ょっと待って、今確認してもらい中です。よかった、取っといてごめん、ありがとう、お待たせしました。キョンシーさん、スカパラダさん、イシケンマシンさん、ジャストミトさん、ユキさん、ナオくんさん、天使のヌグさん、ツボイユウスケさん、僕のイヤさん、内緒だよさん、シュウゾウさん、キヨさん、スカパラダさん、キョンシーさん、ザンタクさん、セリアさん、トシヒロさん、バンジャラモンスターさん、ツボイユウスケさん、ショウさん、コモチンさん、エムケンさん、夏目さん、またたびさん、ブルーさん、ニノさん、ダダダダムドさん、ビブニャンさん、フーくんさん、恭平さん、直哉さん、コウさん、ありがとう。なんかふわふわ女子って感じじゃない？ミラニスタ19号さん、パフィンさん、またたびさん、アッキーさん、ありがとう。なんかかわいいギフトが出てる。スランプくんさん、リクさん、 Thank you ね。こんばんは。スカパラダさん、アトムちゃんさん、ありがとう。5分ぐらい黒かった、ごめん、本当だわ。ショウさん、クマ、ありがとう。ミキさん、リョウスケさん、 Thank you ね。トリートギフトが出とる。こたつはもうこたつの季節なんですか？すごい顔出てました。あららら、アイドルとして言われて嬉しい褒め言葉。なんでしょ。ホジェさん、ありがとう。ニットでも嘘でしたらマジで神。これも嘘で、もう嘘でできないんですよね、長さが。じゃがりこのバズルチーズ味食べたらバジル&チーズ味だった。それ気になっとったんよね。気になってたんですけど。ほうぽんさん、ほじさん、ありがとう。今ね、ダブルチーズ&ダブルペッパーっていうじゃがりこがあるんですよ。もうそれがめちゃめちゃ美味しくて、めっちゃ食べた。今日も食べた。でっかい、そう、 L サイズの食べてみてください。ちょっと上げてきます、 TikTok。 まだでした、確認ができてなかった。まだブラウン、なんか前髪分けたいけどさ、私眉毛が下手だしさ、なんか
太いから嫌なんだよな。こんばんは、最近好きになりました。本当ですか、ありがとう。東京 TK 局長さん、Thank you。 みちの眉毛好きなのに、なんで？バンジュラモンスターさん、Thank you。 でも今日本当はちゃんと巻いてたんですけど、ダンスしたら巻きが取れちゃった。寒い季節のみちはオーラがいい、どういうこと？みちって何色でも似合うよね。私ベブルベイエベないのかな。マッチさんありがとう。いや私のダンスがすごいから前髪が、前髪の巻き取れたんじゃなくて、汗かきやすいから取れたんだよ。前髪固めてない？ダンスすごーくないよ。今は白べね、グリベ？グリベ？なんか、グリベって言ってグリーン、ん？グリベはやばくない？グリベじゃないわ。え、グリベ？いや、グリベじゃないか。グリベ、ん？グリーンベースだっつっけ？シュレックやんけって言おうとしたけど。ね、ピッカラ。あれ、グリベってあるんだっけ？いや、ピンベはあるらしいんですよ。そう、ピンクベース。今日40分から配信したのにめちゃ視聴者さんが多い。暗かったから、なんじゃこのルームってなったのかな。え、口の色可愛くない？なんか自然な感じで。うん、ピンベもグリベもあるらしいね。だから私はそれのどっちかなのかも。ね、今日のリップはセザンヌのリップです。多分1000円いかないリップ504番。これめっちゃおすすめ。オレンジブラウン。おすすめ。あかりんさんみたいにピンクっぽいのがピンベなのかな。いや、あかりんさんはピンベな気がする。私も。パーソナルカラー診断したことない。みちさんプチプラ買いますよ、もちろん。明日じゃがりこと一緒に買います。つけるの？みちには透明感極めてほしい。ほんと？でもね、紫っぽいねチークとかつけてたらね、もう勝手に出る。本当に紫つけときゃ透明感出るから。手の甲の血管見える。青っぽい。私の手の甲の血管 H なんですよ、ここ。 TikTok まだ見られてない。確認お願いしますの確認が。自分ねめっちゃ血管出てる。太ももとかやばいんですよ。太ももなんか毛細血管が出てるの。しかもこ
ここにも毛細血管が出てたりね、すごい嫌だ。これなんか怪我した、いつの間にか手の甲で網だくじ。ティティティリティ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 嫌なんよな、ちょっと血管めちゃ出てるの。みけんさんありがとう。でも血管フェチの方いる、手の甲の感じが好きすぎて。どういうことよ。いや女の子っぽくない、私の手、女性みたいな手してる。神てるさんありがとう。めっちゃ綺麗だと思う。102点。何の2点。私手ちっちゃい。ちょっとごめんなさいですけど、こんぐらい。はい、それでは壇上を読みます。13位ブルーさん、12位コモチンさん、11位キミさん、10位リョウスケさん、9位東京 TK 局長さん、8位セリアさん、7位アモズさん、6位キョンシーさん、5位コウさん、4位ダダダダムドさん、3位ユキさん、2位坪ユウスケさん、そして1位はドルルルンジちゃん、ショウさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルルンジちゃん、トモオカピさん。オカピ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 、ありがとうございます。メイクさんにオカピさんっていう方がいるんですよ。同じの飲んでる。本当？親にもらった。これ私のお父さんが好きらしい。そう、明日はとても早いんです。私5時台の配信になりますが、見れる方は見てください。それではまたね。多分 TikTok この後出すと思います。バイバイ。